さあ2016年数学 2B 第1問の1番、解説していきたいと思います。基本的な内容ではあるんですけれども、いかにねスピードよくトン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 と処理していけるかどうかというところがポイントになっていきますので、ノンストップでねガンガン進めていきましょうね。まず括弧の1番ですけれども、8の、6分の5乗ですか、6分の5乗というふうになってるんですが、そもそも8っていうのは2の3乗ですよね、okay、でそれの6分の5乗です。そうするとこれ指数法則で 3×6 分の5を計算すると2分の5乗になりますね、okay、ということで、まあ簡単に言えば2の5乗にルートつけてるだけですから4ルート2と、okay、ですかね。これでまず e が埋まります。次ですね、ログ27の 9分の1ですか、ログ定が27で9分の1だと。で9分の1っていうのは9の逆数ですから、こう考えていきましょう。ログ27の9のマイナス1乗と考えていきます。そうするとマイナス1、前の荷物、肩の荷物は前でしょえっていうふうにしてマイナス1を前に持っていきます。でそうするとログ27、9というふうになってますが、このままだったらね非常に見にくいので定の変換公式を使ってあげましょう。27、9っていうのがあるんですけれども、定は何にするべきなのかっていうと、当然9ってのは3の2乗、27ってのは3の3乗なわけですから、定は3で揃えてあげましょう。そうするとログ327分のログ39というふうになるはずですね。 OK ですか。はい、そうすると9っていうのはこれは3の2乗です。27は3の3乗ですから、それぞれ肩の荷物は前でしょえと、肩の荷物は前でしょえっていうふうにやってあげれば、ログ33だけが残るのでこれも1ですと。ということでマイナス3×1 分の 2×1 ですから、マイナス3分の2というふうになるはずですね。これが括弧の1番です。括弧2番こっちに行きます。さあ括弧の2番いきましょう。グラフがあって、まあ、柿空形に入るのが、まあ、同じグラフなのか、X 軸対称なのか Y 軸対称なのか Y イコール X に関して対称なのか、これを確認しなさいと言ってるだけですね。だからもうはっきり言っても知ってるか知ってないか、の部分になってくると思います。括弧の2番で、普段からねグラフを意識しているとこういう問題ってサク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 と終わっていくんですけれども、グラフのことをないがしろにしているとね、こういうところでちょっと時間を使ってしまうわけですよ。いきましょうか。まず、まあ、当たり前のことからちょっと確認をしておくと、これ今 y イコール a の x 乗のグラフを書いてるわけなんですが、A が0から1の範囲にあるときにはこっち側です。右下がりになります。右下がりになります。A が1よりも大きいときにはこっちの右上がりのグラフになるわけですね。で、今 Y イコール2の X 乗と2分の1の X 乗っていうふうになっているので、2分の1の X 乗はこっち側です。2の X 乗の方はこっち側になるわけですね。いいですか。ですからこれは Y イコール、失礼しました。Y 軸に関して対象になっているものですから、カーに入るのは丸の2番ですね。Y 軸対象ですね。で、まあ、万が一これがちょっとね、分かりづらい場合は、こういうふうにすることもできますよ。Y イコール2の X 乗があって、Y イコール2分の1の X 乗があると思うんですが、2分の1っていうのは2のマイナス1乗なわけですよ。したがって、これは、失礼。2のマイナス1乗の X 乗ですから、2のマイナス X 乗っていうふうに見ることもできるわけですね。そうすると、X がマイナス X に変わってるわけです。X がマイナス X に変わってるわけです。こういうふうな場合というのは Y 軸対称だったはずですから、これを見て Y 軸対称と決めてもらってももちろん OK です。いいですか。さあ次ですね、キーの部分2番目ですか。Y イコール2の X 乗のグラフと Y イコールログ2X のグラフですね。これも、非常に有名なお話ではあるんですが、よいしょと。こっちが y イコール a の x 乗、こっちが y イコールログ ax のグラフです。これどちらも a が1よりも大きい時です。いいですか。この時どういうことが言えたのかっていうと、これ y イコール x で対称になってるんですよね。いいですか。はい、ということでこれはもうすぐ分かってしまいますから、キーに入るのは丸の3番ですね。よろしいでしょうか。はい、次です。区に入るものいきましょう。ログ2x とログ2分の 1x ですね。こっちがいきますね。よいしょ。はい、ログのグラフもそうなんですが、さあどういう特徴があるのかっていうと、よいしょと、これどちらも、y イコールログ ax のグラフを書いてるんですが、
A が1よりも大きいときにはこっち、 A が0から1の範囲にあるときにはこっちです。いいですか。 A がね、この底の部分が0から1の範囲のときは右下がり、底の部分が1よりも大きいときは右上がりになりますからね。いいですか。さあこのグラフ、今 y イコールログ 2x とログ2分の 1x なわけですから、x 軸に関して対称ですか、丸の1番っていうふうになるはずですね。最後行きましょう。 y イコールログ 2x のグラフと y イコールログ 2x 分の1のグラフです。y イコールログ2x 分の1ですが、x 分の1って x のマイナス1乗じゃないですか。だから肩の荷物は前でしょえってやって前に持ってくるとマイナスログ2x になるだけですよね。 OK、 これと y イコールログ2x を比べろって言ってるだけなんですよ。いいですか。そうするとどうなりますか。ね、全ての値がマイナスついてるだけでしょ。こっちのグラフの全ての値にマイナスつけてるだけなんだから、マイナスついたらどうなるんですか。ね、X 軸に関して対称になるってすぐ分かりますよね。ですからグラフ書くまでもなくて、最後の K に入るのは X 軸対称になりますから丸の1番です。ここまでで、まあ、4分、まあ、5分ぐらい、まあ、そんぐらいですかね、の時間で終わらせてほしいかなと思います。グラフの問題っていうのはあんまりね、まあ、こういうふうに聞かれることっていうのもセンターでは少ないんだけれども、そもそもやっぱりグラフの形っていうのは常に頭の中に入れておく必要がありますので、指数関数のグラフ、対数関数のグラフ、しっかり頭の中に入れておけばスムーズにね、こういうものは進んだんじゃないのかなと思います。そのまま括弧の3番いきましょうか。こっちがいきますよ。括弧の3番、 x が正の範囲における関数ふにゃららふにゃららの最小値を求めましょうと、見ていきましょうか。まずどんな関数、 y イコールログ2 4分の x の2乗をマイナス4ログ 4x プラス3ですか。で今 t イコールログ 2x と置くときっていうふうに言ってるので、ログ 2x でこいつを表していきましょうと。でそうすると、まずこの中身からいきましょうか。あのね、結構間違える人いるから気をつけてくださいね。この2を前に持ってくる人いるのね、肩の荷物は前でしょってな、それできないですよ。 t、 この真数の部分に2乗がついてるんだったらそれは持ってこれます。真数の部分だったらね、これ全体にかかってるからそれは無理ですよ。いいですか。だから中身をしっかり見てあげると、これはログ2x マイナスログ24ですよね。真数の割り算はこれログの引き算に変わりますからね。いいですか。でログ 4x っていうのも、これは底を2に揃えてあげるとログ24分のログ2、失礼、 x っていうふうになりますよね。底の変換公式使ってあげればね。Okay、それでこれを書き換えてあげると、はい、こいつ t に書き換えます。 t マイナスログ24は4が2の2乗ですから、こいつ2に変わり t マイナス2の2乗マイナス4倍のログ24分のログ 2x ですね。ログ24はこれ2になりますから2分のログ 2x です。22約分されるはずですね、きっとね。2分のログ 2x ですから、これ2分の t ですね。プラス3だと、はい、これを整理して計算すると t の2乗マイナス 4t がここ出てきて、マイナス 2t が出てきますから、マイナス 6t プラス4プラス3ですから、プラス7ですね。これが交差に入る部分ですか、6と7っていうふうになります。また x が0よりも大きい範囲を動くとき、 t の取りうる値の範囲はどうなりますかって言ってるんだけど、よいしょ、今 x があって t があったときに t イコールログ 2x って置いてるわけじゃないですか。ね、もうまさに括弧の2番で確認したような、こういうグラフになってるはずなんですよ。そうすると x が正の範囲を動くとき、 t の値どうなってますかってやったら、これマイナスの無限までいくし、これプラスの無限までいきますよね。OK。ということは、x が正の範囲を動くならば、t は全ての実数の範囲、どんな値でも取ることができるはずですよね。Okay、ですので t の取りうる値の範囲は4の部分ですから、実数全体ですから丸の3番ですね。丸の3番、 t は全ての実数を動くことができます。その上で y は t イコールなんとか、すなわち x イコールなんとかの時に最小値を取りますよと。もうここから先は数学 1a のお話ですね。ちょっとここの部分一旦消すのはあれだから、こっち側行きましょうか。
はい、ただの二次関数の最小値問題ですから平方完成してあげましょう。はい、そうすると平方完成すれば t マイナス3の2乗をマイナス9のプラスなんですか、マイナス2になってますね。はい、こういうふうになるはずですねと。この時に最大値どうなります、最小値かな、最小値どうなりますかってことだけど、いいですか。これグラフがあって t イコール3ですね。で定義域どうなってますか、 t の範囲どうなってますかって、全体動けるんだから最小値もここしかないですね。Okay、ということで t イコール3の時に最小値はマイナス2っていうのを取るわけです。いいですか。だから数に入るのが3で相対に入るのがマイナス2です。いいですか。ただ背の部分ですね、背って何かっていうと t が3の時 x はどうなってますかって聞いてるわけです。いいですか。これ大事ですよね。いいですか。これ t に今勝手に書き換えてんだけど、もともとは x の関数なわけだから、 t が3の時っていうのは x が何の時ですかっていうのを確認しなさいってことです。いいですか。こっち行きますよ。はい、t が3の時です、 x はどうなりますかってやったら、当然2の3乗になるはずですよね。2の3乗だったら3が前に降りてくるわけですから、 OK。 だから2の3乗になってるはずだから、 x は8なので、はい、こっち戻りますよ。 x イコール8の時最小値マイナス2ですね。ということで数に入るのが3、背に入るのが8で最小値がマイナス2っていう流れになります。よろしいでしょうか。Okay、 まあね、典型的な変数置換の問題なので、この大問1って言えばいいのかな、第1問の1番だけで、まあ、大体、括弧の1、2で5分ぐらいで、括弧の3番で、まあ、できれば3、4分ぐらいで終わらせないと、ちょっと9割っていうラインには乗らないので、2つ合わせて9分ぐらいで終わってくれると理想かなと思います。9割目指す人はね、7割目指す人だったならば、まあ、それでもやっぱり12、3分ぐらいまでには終わらせておかないと、7割も厳しいかなとちょっと思いますね。いいですか。はい、ということで1番は以上です。